どうもクマです。イリスチャレンジやっていこうと思います。全く勝てる気がしません。光があなたを導くでしょう。救いの時が近づいています。もうね、相手が早すぎて無理なんすよね。除去ろう、除去ろう。天の道が見えます。悪行はそこまでじゃ。まあ、こっから進化可能なんで、まあ、可能な限り悪行はそこまでじゃ進化して除去っていきましょう。これで決めます。貴様の弱点、そりゃ。何？これ何？壊せないってこと？クレリックランサー出すしかないよね。この教会に立ち入るつもり。いやー、相手もクレリックランサーか。救いの時が来ました。殴ってきますから、ね、この槍が折れるだなんて。もうとにかく耐えるしかない。これは神よ、あなたに信じます。僕が来たからにはもう安心だよ。こんな痛み知らないよ。 OK っすね。除去りましょう。除去りましょう。何時の隣人を愛しなさい。魔人をあがめよ。照らしてみせよう。除去りましょう。ここからです。まだ行き光、この剣は我が希望。守護張ってんのか。ターン終了してみます。立ち入るつもり。魔人をあがめ。でも相手手札切れましたね。これでまだ終わっていない。私はこれで進化も切れた。欲するまま大地を血に染める。あとは耐え切れるかですね。世界の調和こそが私の望みだ。終わりにしましょう。これはルシ進化させます。かつて私は希望を前にも出しておきましょう。オールオブ。
あと4ターン耐えきれば、ルシが4ターン耐えきれば勝ちですけど。サタン出ましたね。絶望よ、来たれ。ところで、安寧の彼方へ。ディース来ましたね。1点足りないっすね。あ、勝ちかな。あ、これ勝ったんじゃね。ちょっと待って、勝った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 、マジか。勝てたぜ。おっしゃ、よっしゃ。一応目標通り今日中にイリス戦突破できました。やったぜ。あなたが救われることを祈っています。はい、7キャラすべてストーリークリアできました。私を倒しても無駄なことです。テイク6ぐらいやったんじゃないかな。あなたなのです。明日から2ピック戦やろう。これはやった、マジで。ようやく思い出せました。お、合体したやん。あ、目黄色くなってる。この過酷あふれる世界を救う、それが私の目的。ああ、これは一緒っすね、ネクサスと。我は終。いや、マジイリス戦つらかったな。てかビショップミラーが7勝8勝ってつらいよ。どれほど待ちわびたことでしょう。なんかイリス壊れてるし。救いの時は来た。ちょいちょいちょい、イリス壊れとるやん。シャドーバース To be continued。 いや、マジで嬉しいわ。見てください、全員クリアしました。まあこれがシャドバのチュートリアルなんでしょうけど、いや激辛だったよ。おっしゃー、早速つけよう。称号シャドーバースの使徒、やったー。そして今 D ランクにも上がってますね。まあ見た感じやっぱロイヤルが勝ち多いのかな。で、明日からはというか今日からか、もう日付変わったんで、今日からは2ピック戦やっていこうと思います。かなりね余ってるんで、これを12回とりあえず行けるだけ行って、まあ一生目標一生とかでやってけば、ルピーも貯まるし、スタンダードパックチケットも貯まるんで、まずがこのチケット12を明日から消化する作業に行きたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。